新素材を使ったボールペンを紹介します。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはユニが2019年9月27日に発売したライメックスというボールペンを紹介していきたいと思います。こちらなんですけども、お値段が200円プラス消費税ということでちょっとお高めになっています。素材がですね、これからプラスチックの代替品として期待されている石灰石を使った素材になっています。芯はですね、油性ボールペンの 0.7 を使っていまして、こちらのオレンジのボタンを押すことによってペン先を収納することができます。それではこちらのボールペンを使ってノートに書いていきたいと思います。ペンの表面にはうっすらと滑り止めがついています。書き味としてはですね、可もなく不可もなくという感じで、ペン先はですね、全くブレる感じはないので、複写式の紙などを利用する際には良さそうなボールペンですね。続いてですね、こちらのライメックスのボールペンのホームページを見てみましたら、会心を変えてずっと使い続けることができますという旨のことが書いてあったんですが、ペン先も外せないですし、こちらの押す部分も外すことができないので、どうやって外すのだろうかと思って試行錯誤していたんですけども、こちらのオレンジ部分にですね、爪楊枝を刺して、爪楊枝を使ってですね、こちらのオレンジ部分が少し丸みを帯びていますので、こちらの丸い部分に楊枝を刺しますと、こんな感じにできるので、これを上に押し上げるとですね、こんな感じで外すことができます。これでですね、会心を変えることができます。部品なんですが、この2点を使っておりまして、とてもシンプルな形ですね。付け方といたしましては、黒い部品がこういった形になっているので、こちらを上にして、オレンジの部品を下から差し込みますと、こういった形になりますので、この状態でボールペンに差し込んでいきます。オレンジの出っ張りの部分がペン軸のこの辺に来るように合わせて、そして押し込んでいきます。はい、こんな感じで完了しました。ペン先につきましては、ボタンを押すことによって出し入れすることができるようになっています。はい、ということでこの動画は以上になります。石灰石を使った新素材ライメックスを使ったボールペンをレビューしてみたんですけども、ライメックス自体の値段が安くなってくれば、ボールペン自体の価格も落ちてくるかと思いますので、そうしますとプラスチックの代替品として普及できるかと思います。ただまだまだ課題があるんですけども、未来のプラスチックの代替品ということで、これからいろんな場所で目にすることがあると思うんですが、エコな素材と考えていただけるとよろしいかと思います。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。